そっちはダメだ。そっちはやべえんだ。ジュド、コルカス、ピピン、ダメだ。行くな。引き返せ。行くんじゃねえ。ここはどこだ。ガッツ、目が覚めたんだね。もうダメかと思ってた。4日もピクリとも動かなかったから。私ん家の裏山だよ。ね、父ちゃんの行動っての。不思議なことばかりで、俺何がなんだかさっぱりだよ。ねえ、あの竜巻の中で一体何があったの？グリフィスの救出は？この怪我は？他のみんなはどうなったの？他の？キャスカは？キャスカはどこだ？キャスカお姉ちゃんならあそこだよ。ほら。キャスカ。キャスカ。何の真似だよ。もういい。もう終わったんだ。わからないんだ。ガッツだって覚えてないんだ。ガッツのことも俺のことも。ダメだよ。今無茶したら命に関わるよ。それに外には絶対出ちゃいけないってあの人が。心するがよい。これがこれからのお前の世界。宇津世と隔離世の境界、狭間の世界だ。それはこの地をさまよう死霊道、システマを生命に執着する猛者たち。お前の熱き血肉を欲して燃え集ってきた。こやつらにとってお前は暗闇の隊員。さぞや愛おしく眩しげに映るだろう。これがこれからお前が歩まねばならぬ現実だ。肉の体には目にすることのかなわぬ異界。互いに重なりながら触れ合うことのない二つの世界の狭間にお前は立たねばならぬ。それが生贄の烙印を受けた者の定め。定め。うるせえってんだよ。下り側にコタクを並べるのは俺が取り殺されてからにしてもらおうか。生贄だ、クモスだ、サダメだ。小難しい理屈並べてんじゃねえぞ。要するにこいつは戦だ。いつもと何も変わっちゃいねえ。松明。キャスカ。
で化け物どもも一匹残らず俺が狩り殺す。これが海鮮の呪しだ。ちょっと待て。ってことはこの先ずっとあの穴蔵の中にいろってことか。を生き延びたるは紛れもなくこの力ゆえ。大丈夫か？その娘の子だ。その娘、こう宿していたのだ。その宿したばかりの形にもならぬ胎児に魔が取り付いた。おそらくあの新しきゴッドハンドによって、それは生まれながらに魔の差がを受けた呪われし子だ。それじゃこいつは。待てよ。殺しておいた方がいい。それは人の子にあらず、いずれお前たちに災いをもたらすぞ。うるせえ。ちょっと待てよ。違う、こいつは魔物だ。仲間を食い殺し、キャスカをこんなにしまった魔物の一匹。
そうか、お前の子か。塵になったわけではない。他の悪霊どもと同じ光に追われ、より隔離用に近き場にずれたのだ。いずれまたお前たちの前に姿を現す。子は親を慕うものだ。魔は魔のやり方でな。さらばだ。我らもまた相まみえることもあるだろう。縁があらば、人外どもを追うならば、その烙印の導きに従うことだ。それは強き魔に感応する。だが心するがいい。お前の行くは夜の道。闇に潜る者どもと対峙するとき、お前自身もまた闇に身を沈めていることを。良き旅を、もがく者よ。生贄の烙印、それは闇の者に捧げられた生贄の証。眠れぬ夜の始まりだった。これは、あ、それドラゴン殺しだよ。昔国王から不令があってな、ドラゴンを撃ち殺せるような剣を献上しろと。そこで俺は鍛えてやったのよ。言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら本当にドラゴンを殺せるんですか？ドラゴンってのがいりゃあな。おめえのお友達は何やらドラゴンとでもやり合おう競争だな。やつには二の勝ちすぎる相手なんじゃねえのか？ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぜ。ガッツ、本当に言っちゃうの？ああ。ガッツは何も話してくれない。でも本当は俺分かってる。信じたくない、信じたくないけど、鷹の段はもう。キャスカに何も言わなくていいの？ああ。ガッツ、本当はね、本当は俺思うんだけど、ガッツはここに残るべきじゃないかって。信じたくないけど、認めたくないけど、鷹の段はもう、冷たい言い方だけど、もういない人たちのための復讐よりも今はキャスカのそばに。終わってね。鷹の段はまだなくなっちゃいねえ。まだ俺たちがいる。この戦はまだ終わっちゃいねえ。キャスカを頼む。俺たちの対象だ。守ってくれよ。俺は切り込み隊長だからな。敵陣に切り込む。だろ？その日、死せる太陽があまねく国々の上にあった。黙示録に曰く、ごたび太陽が死せるとき、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それはすなわち五番目の御使いが舞い降りし明かし、御使いは闇の鷹なり、罪深き黒き羊たちの主にして盲目の白き羊たちの王、世界に暗黒の時代を呼ぶものなり。